一番色物系ですか？なんかね、そうそうそう。
ね、今日はちょっとこれは超えられるでしょ。みんなさん、誰が誰かわからないですよ。わからない。後でじゃあ、あのメンバーが分かるわ。多分セーラームーンぐらいしかわからないと思うんですよ。だいたいあの見た感じ昭和な人たちばかりなので、みんな一緒です、それは一緒ですね、昭和な人だもんね、みんな。後でじゃあ一人一人、あの平成のアニソンキャラなんで一人一人紹介していきたいと思います。はい、加齢臭の話はしない。はい、加齢臭の話はしない。一番キャラの中で若いのは多分ゆうこりんだね、きっと。あの設定キャラ、設定キャラの中で若いのは多分ゆうこりん。15歳ぐらいだよね。はい、2曲目いきますよ。銀さん、
お坊様が。さあさあさあ、みんなあの面をかぶってるメンバーが半分。じゃあ4人か、結構熱くてドラさんもズラがどん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 前に行ってね、あのドラムが見えなくなるという。おぼろ様熱い、みんなズラかぶってる人みんな熱いよね。あ、でもナックも地味に熱いよね。地味に熱い、地味に熱い、はい。さあまあみんなね、あのコスプレをやってみました。まあ、セーラームーンをご存知の方はね、あの結構長いことやってましたので、ね、セーラームーンのうさぎちゃんですよ、ね、セーラームーンが今日は歌ってます。あとキーボードユーコリンですね。ユーコリンはあのマクロスっていう、平成ですからね、もうここにいる皆さん昭和ですから、あの平成の後期のアニメ。あ、でもね、私たちの時代ってあのリミンメイっていたじゃないですか、あの覚えていますかの、あの何十代も後輩のランカちゃんのあのコスプレでございますよ、これは。設定年齢15、6歳みたいな。犯罪ですね、ここまでね。はい、そしてユーコリンの後ろが、クワさんですよ。クワさん今日、ちょっと買ったばっかりのこの杉でね、あのでみんな自慢したかったんだもんね。そうで、暁って言ってあのナルトっていうあのアニメ知ってますか。ナルトっていうアニメ あの悪者です、あれ。ナルト主人公を追い詰めるあのまあまあ強いキャラなんですよ。ナルト、暁のクワさんうん、いいいいって、うん、はい。でそしてですね、ドラさんでございます。ドラさん、皆さんご存知ドラさんです。ドラさんがね、本当は一番完成度が高くて、前回のあのライブの時もギャルからすごいで、写真撮って写真撮ってって言われて、めっちゃ鼻の下の感じが悪いっていうね。そうそう、これはあの銀魂、あ、ボグリシュンがやってましたね、映画で。ボグリシュンを敵に回すなんてすごい根性ですね。あ、ボグリシュンはい、小栗旬が演じていた銀魂をドラさんはコスプレしてくれております。さあさあさあ、そしてですね、ナックくんね、こんなことさせられるとは思ってなかったと思いますよ、本当に。あの数あるギタリストにコスプレするなら無理っすって結構断られてナックくんはなぜか騙されてこの格好、ね、はい、これはあの唯一あのNHK の忍たま乱太郎っていうね、忍たまのあの生徒の役だね。ね、そう、忍たまの乱太郎くんをナックくんはあの騙されてやっております。こういうキャラじゃん。あ、でも結構そうだよね。コメコメでもだいぶやってるもんね。だいぶ皮が抜けてきたあのナックくんです。で、私はあのそう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 、そうそう、本当はね、あのランカちゃんと一緒にこうデュエットを歌ってる、シェビルノームっていうあのマクロスの、キャラクターでございます。リカでございます、よろしくお願いいたします。知らないですよね、はい、あの知らない方は今ググってください、あの出てくると思います。まあまあみんなね、あのかなりいいね、完成度だと思いますが、よかったらあのライブ中にググって、お、結構似てるって思っていただけると、後で一緒に写真を撮ることができるというね、あの特典付きでございます。さあそれでは、2曲目が、1曲目が、何なんだろう、エウレカセブンっていう、まあ、知らないですよね。あ、知ってますか。あ、素晴らしい、私知らなかったですよ。あのエウレカセブンのデイズっていう曲で、2曲目が、ケイオンっていう女子高生のバンドの、はい、ケイオンの、レイジね、はい。で、3曲目が甲賀忍法上、あのパチンコやられる方、はい、いないですか。あの、そうそう、バジリスクですよ、あのスロットですかね、はい。ねえドラさん、はい、それ以上突っ込まないときます。それでドラさんの熱い希望でバジリスクから、甲賀忍法上をお送りしました。それでは後半戦参りますか。Bye.
メンバー失笑。はい、今はおそ松くんって平成でやってたと思うんですけど、それの、昭和か、でそれの平成で今おそ松さんっていうのをやっていてですね、それの主題歌でございました。みんな若い子がだいぶね踊りながら歌ってるのを真似してみようと思ったんですけど、まあいかん。本当にいかん。場所も狭いしね。そうもうね、後半2番は踊れないねっていうこと。そうそうそう、ちょっと頑張ってやってみました、うん、2人でね2時間だけダンススタジオに入ったんですよ。みんなね、バンドの練習とは別に、うん、昼間ね2人でスタジオに入ったんでね。そう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 、1回も歌わないで2時間って、ね、そうなんですよ。はい、さあこんな感じで無理やり平成の歌をやっていきたいと思います。無理やり無理やりなんだね。深呼吸してる。
ございました。今のはコナン、未来少年コナンだっけ、違う、何なんとかコナン、はい、コナン、名探偵コナン、コナン違いです、コナン違い、コナン違いでした。名探偵コナンの曲でございました。エンディングの曲です。倉木麻衣さんがね、紅白かなんかで歌ってましたね、これ。私歌えないって言ってね、あこちゃん、そう苦手とか言って、全部私歌えない曲全部あこちゃんに歌ってます。声出ないからそのパートよろしく。まあこれがツインボーカルのいいところですよね、本当に。はい、それでは来週の告知、実はですね、オーバー、うちオーバーセンっていうんですけど、略してオーバーセンチュリーっていう、オーバーセンチュリーですよ、オーバーなセンチュリーですよ。時代を超えて、世代を超えてアニソンを挑戦していこうっていうね、オバセンっていう、略しておばさん、別におばさんが歌ってるからおばさんって言うわけでもなく、オーバーセンチュリー、略すなってあれだけ言ったのにね、えドラさんが略して、あんなフライヤー作るか、本当におばセンっていうみんながね短縮するようになっちゃったんですけど、オーバーセンチュリーですからね。オーバーセンチュリー、実は来週11月の10日ですね、ポッキーの日の1日前です。トーラスの、あ、ベースの日なの？へぇベースの日、分かった、ベースの日の1日前、11月の10日、あ、ベーシストがいた、すいませんベーシストを敵に回すとこだった、危ないいや11月の10日にですね、トーラスで、やります。何時からでしたっけ、15時40分くらい、何時からだ、7時半ぐらいからじゃなかった、うちらは7時からで、イベントが始まるのは5時ぐらいからでございます。料金は忘れました、1500ギルぐらいですか、1500ギルギルぐらいで、ワンドリンクついてるそうでございますので、よろしければ怖いもの見たさんにまた見に来てくださいませ。いいですか、はい、もしかしたらちょっと騙して安く言っちゃったかもしれない。それではおばせ最後の曲でございます。愛ちゃんありがとう、待ってたよはい最後の曲でございます。今日は本当にありがとうございました。
アンコール。銀さん。ドーラーさん。銀さん。銀さんソロ。ドラさんソロ。銀さんソロ。ドラさんソロ。企画っていうことになりましたが、まあ、たまたまね、たまたまこういう形になったんで、まあ、機会があればこう流通とかやっていこうかなと思ってますので、最後にありましたんで、Thank you.
はい、今日はご出演してくれたアンコール、いや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 、お仕置きしてくれ、お仕置きしてくれだそうで、後でバシッとやってあげてくださいね。なんか、はい、あるね、お仕置きの言葉あるんじゃないの。はい、じゃあやってあげてください。最後マンコール、はい、次に変わってお仕置きよ。こういうことやることじゃなかったですね。はい、じゃあ今日は本当に台湾の皆さん、ビルドのマスター、来てくれたお客様、本当に今日はありがとうございました。この後もたくさん飲んできてください。ありがとうございます。ありがとうございました。大丈夫です。最初の頃はポコポコしてました。